どうもねねです。メビウスファイナルファンタジースペシャルイベントファイナルファンタジー12、光の空族遊んでいきたいと思います。今回皇帝の島ってところに向かってる途中で、前回カードがいっぱいになっちゃったんで終わりましたね。あと島は2つあるのかな、氷っていうか水以外のところで。いや、それほどでも。ほらほら、期待してるんだから話を合わせて。それほどでもないな。それなりの空賊だ。感激してるみたい。謙虚な方なんですね。本当に実力のある人は威張ったりしないと言います。すごい方と対決できて僕光栄です。だってそりゃどうも。モブハントスタート。
と出会った不運を悔やむ。闇より深い影を沈め、勢いをつける。来い、ここだ。ヤシの木陰で休んでく？帰れる機会を捨てる。出会った不運を悔やむ。どこを見て。これが殺意なき死の技。まんざらでもなかったくせに。君、
空賊の才能あるんじゃない？なんだそれ、才能あるってどういう意味だ？空賊としてやっていくには苦しい時こそハッタリかます度胸が大事らしいよ。それに君って権威に反抗的だし、報酬で動くタイプだし、空賊に向いてると思うけど。考えるより先に飛べって言うし、思い切って空賊デビューする？光の戦士への道は諦めろって？大丈夫、空賊になってもこの物語の主人公だの、主人公は死なないだの、ことあるごとに主張してれば光の戦士になれる気がするし。考えておく、頭の片隅のずっと奥の方でな。不運を食らう。俺に力を。捕らえた。どうたらやまる。Thank you.
て帰れる機会を。おめでとう。お前に恨みはないな。まだ逃がさないからな。いじめる気？脅すだけだ。ジャッジマスターを誘い出す。さあ、助けを呼んだらどうだ。出ないと痛い目を見るぞ。こう言ってるよ。口では怖いことを言っても、あなたにはそんなことはできません。あなたは強い空毒だから、弱い者いじめなんかするはずない。僕、信じてます。そんな目で見られた。ほら、やっぱり僕の思った通り、クールぶってるけど甘えもです。バカにされた気がするが。理解されたって思っときなよ。ジャッジマスターは叱るべき時に現れる。そうよ。何がどうなれば叱るべきなんだ。それは時と場合とマンドラーズの判断によるってさ。すごいな。だが一つはっきりしたぜ。ジャッジマスターはマンドラーズに都合よく動く。つまり奴らはグルってことさ。くと。おいモギ、念のため聞いておくが、お前あのジャッジマスターとグルじゃないだろうな。おいおい恩人さん、そんなわけねえだろう。くと。本当だな。ふん。この俺の目が嘘をついてるように見えるか。よく見てくれ、クポ。見たところ、黒目。俺の瞳に乾杯、クポ。よし、モブハントクリア。黙って眺めているだけか。法の番人どころか傍観者だな。来るか。完全バリア。立てろ。黙れ。俺は絶望などには負けない。終わらせてやる。逃げられちゃった。正体を突き止めるチャンスだったのね。突き止めない方がいいかもしれないぞ。え？戦って分かったんだ。攻撃は重くて鋭かったが、やつはうつろだった。鎧の中身は人間じゃない。きちゃ、ゆ、ゆとは限らないだろう。魔法で鎧が動いていたり、機械仕掛けの人形だったり、幽霊以外の可能性はいくらでもある。そうよね。幽霊じゃなくて悪霊だとか。同じだっつーの。
コライド。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。